の最先端。そう、ミシェルでしょ。ビートルズは歌詞がいいんだよね。ミニスカートも真っ先に履いて、みんなと同じように階段は紙袋でお尻を隠して登った。高2の秀才だった八重子姉さんは、それでも宝塚のなんとかさんにすっかりお熱。八重子姉ちゃん、ノックしてっていつも言ってるでしょ。姉さんたちの思い出話は自分のアイドルやファッションのことが中心だった。昭和41年頃、姉さんたちには懐かしい青春の日々。でも私は当時小学校5年生。ファンになったジュリーのタイガースもまだデビュー前で、学校と家を往復するだけの生活に大した思い出があるはずもなかった。ずっと張り出してあったの。そう、よかったわね。でね、東京都のね、読書感想文のコンクールにね、出すかもしれないから大事に取っときなさいって。そうなったら嬉しいな。また給食残してきた。え？どうしてパンに挟んでくるの？だってお生酢嫌いなんだもん。こんなことしたらもう食べられないでしょう。もったいない。好き嫌いばっかりして。作文がちょっとぐらい上手な子より好き嫌いしないで何でも食べる子の方がずっと偉いのよ。すっげえ、よく飲めんな、こんなまずいもん。ミルクは大丈夫なんだ。大根と玉ねぎはダメだけど。俺、今日は人参残すからミルクは飲まなきゃ。一種類だけしか残しちゃいけないなんて誰が決めたのかな。飲んであげようか。ほんと？その代わり、今度大根か玉ねぎ食べてくれる？うん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 。